山梨県富士河口湖町で富士山を背景に氷でできた巨大なオブジェが登場しました。これは丸太でできた木型に水をかけて凍らせたもので、今年の干支である馬のほか富士山やクニマスなど迫力のあるオブジェが並びました。去年12月から水をかけ始め、年始からの厳しい冷え込みで氷の厚さが増したということです。訪れた観光客らは富士山をバックに並ぶ氷の造形美を楽しんでいました。夜間にはライトアップも行われ、より幻想的な雰囲気に包まれるということです。